丈夫だよ。なっちゃん、ごめんは禁止。謝る必要ないよ。二人で子育てしてるんだから。まあ、ありがとうなら何度でも受け付けるけど。よし、これで明日も頑張れるぞ。子供のお迎えがあるから帰りますって言い出すの勇気いるね。がいる人がいれば理解してもらえるんだろうけど、みんな敵に見える。なっちゃんには俺がいるでしょ。